全員が登場したんですか、リズムに今はい、じゃあパスタ頼みますね。来ました。すいません、はい、このパスタください。はい、1人前飯食ってます。1人前でいいですか？8人前。いや、何人も食べる。パスタ。いや、ま、あの、この私は大丈夫です。パスタ8人前とか言ったら、何言っちゃう。いや、邪魔しちゃう。1人前どんなくらいですか？カーメンで 80g。 あ、足りないですね。いや、わからん。3。いやいやいや、これ1人前で。私はいらないです。1人前で。じゃあ2人前で普通に。分ければ1日で2人前で食べるんで大丈夫、任してください。2人前で何だろう、意味わかんねん。違う、違う、食べないんだなと思って。なんかすごいよ。どうする、カメラ回ってるからちょっとあんまりきついこと言わないけどさ。YouTube 撮っていい？いいよいいよ、全然いい、大丈夫、マネージャーさん大丈夫、大丈夫です、全然大丈夫。おなみきじゃないんだよ。ほら、ほら、違うわ。え、嘘、違う。かわいい。言ってないじゃん、一回も。あ、やばいやばい。エンターさんうるさい。はい。いやよ、いやよ。え、言ってんじゃん。うまい、もう一回。言う前の顔一番エグい。どこだけか。くだらない映像はちょっと。いやいや、お前が言わせた。そうそうそう。かわいい、かわいい、かわいい。はい。何でも言えろ。シャイフにしよう。いじって、シャイフに。えいじゃないし。言い方がバレるさ、親戚の親戚。この人うるさい、ほんまに。やだね、シャイニー、シャイニー。いじってきます、めっちゃ。ちょっと、流すぞ、じゃあ。やめてよ、私、こんなさ。著作権？いやいや、ないけどさ、こんなみんなさ、何この曲って何やった？シャイニーブルーも終わった。ちょ、絶対に、絶対に見ちゃうやん。嘘。ね。シャイニーアザミ。え、何シャイニーアザミ？シャイニーアザミ知んないの？シャイニーアザミで俺は沼を歩くところを座ってる。全然ついていけないお話で。誰もわからへんよそれ。知らない？知らない。ジェイカトラとか知らないもんね。でもね、このやめてよ、バカにしてます。オフィシャル MV 並木君、シャイニーデイ。しかも YouTube じゃなくてさ、アイちゃん書きます？聞かない、もう嫌い。じゃあ続きまして、ナウキのシャイニーデイズ。これもうるさいよ。聞こえないよ多分。キッドさん、これさ、著作権引っかかんのかな。引っかかんないの、これ。やだね。バカにしてるの。知らねえだろ。知らないよ。なんかバカにしてる。エンタさんの評価下がるよ。持ってない。何それ。私の踊りみたいな。もう逆に逆に逆にないから。何か作ろうぜ。酔ってる。何か酔ってる。手を伸ばしてトゥモロー。口エグ。やばいやばいやばい。トゥモローのロードの口エグ。あー、素晴らしい。いいね。毎朝これで起きたい。この曲で。起きてる、座って今も。まあね。じゃあ本当に起きてくださいよ。これで。流しますよ、朝。誰がこの歌で四股ついてるのやめろよ。四股つくって言うなよ。四股つく言うな。四股つくって言うなって。やばいよ。やめろよ。こんなに四股つけるからやめろよ。なんで俺が叩かれてるの。確かに本当ですよ。名古屋って四股つくって言うの。言わへんけど、あの俺ら会話は言うの。やばいっす、四股ついてますとか言うよね、岡崎の人。岡崎は言ってる。そうだ、四股つくって。味そうだ。早とる。これね、足のサビに向かって、サビに向かって、サビに向かって、手を通り越して。
首がいっちゃう。危ない。手を通り越して首がいっちゃう。危ない危ない。危ないね。サビで手を追い越したからね。A メロ B メロ B メロで積み上げてきたものがサビで追い越したから。サビサビ曲げて手が。ごめん、工藤静香になっちゃう、どうしてももしもサビでどうしても工藤静香しちゃう。危な、危な、生えたー。泣いて、泣いてる、危な、泣いてるよ、危な。今から駐車場行って、料金をね、そのボタンを押して駐車場の料金をゲットします。めっちゃ画面黒いです。でちょっとルール変更で、はい、2人で、うん、そのこの2人ね、どっちも、はいはいはい、そう最初待ってエンターさん同化してるわ。そう背景とそうだよ見えない。ご飯の、はい、料金は4万1000円でした。うわー高い高いよ、高すぎです。あの値段でな、飲み物じゃない、飲み物が相当飲んでなかった。俺飲んで、ね、2万を見つけたい。駐車場決めよう、駐車場決めてください。けど、やっと顔見えた。表の通りにある駐車場、あそこにあるよ、万の駐車場が。とりあえず万行こう、万、はい、万車の駐車場見に行きましょう。だから最初はあれだよね、ラウンド動画ではさ、俺とエンター君がさ割り勘するって言ってたけど、はい、さすがに飯は高かったから、はい、あの割り勘じゃなくて、はい、一人一人払います。なるほど、はい、出た金額をそれぞれ払うってことですね。1万円って出たら1万1万で2万払う。わかりました。あ、結構あそこ打ち止めないやろ、多分あれ打ち止めないの怖いですね。あ、なんか高い。でもなんかその数万はいかんと思う。なんか普通に8000円とかやった。なるほど、もちろんもちろん。翔太映ってない。翔太さんね、さっき映ってくれないんですよ。酔っ払ってっからさ。翔太風切っている場合じゃねえよ。前のめりすぎだよ。アイマーメッサー。アイマーメッサー。アイマーメッサー。意外と高くないよね。アイマーメッサー。アイマーメッサー。サビ低くない？むしろ低い低い。いや、なんか遠くから来てる方がさ、うん、止めへん。めっちゃ気にするもん、遠くから来てる。そうそう。だから港区、品川。俺めっちゃアドバイスしてる。いやいや、言わなくていいよ。品川出ないで、俺は。品川ナンバー。言わなくていいよ。いや、違う。1台しかない。さあ次はどこの駐車場へ行くのでしょうか。ああ、ありそう。ここは空車となってますが、最大ないわ。ああ、いいね、最大ない。あ、最大ないから高そうです。ああ、るね。さあ見てみましょう。埼玉の方だ。選ばないけど見てみるってことですね、金額の方を。じゃあ3番を押して3番。じゃあ見に行きましょう。お、よしよし、300円。これナイス、翔太さんナイスです。くそ、めっちゃ面白かった。600円払って。くそ、ねえねえ、これやってる時、ゴルフやってる時楽しそう。こっち方面ないよ。あ、ないよ。駅方面が絶対15分しか止めちゃったから。たまたま。そういうことか。なかなか見つからない。選んでしまったらもうそれはもう一発やん。そうですね。これでない、意外と当たりじゃない。見つけたらしい。え、これ大丈夫ですか。全然いいよ。本当ですか。あのモザイクかけてください、ナンバーだけ。絶対かけない。いやいや、かけてくださいよ、さすがに。でもナンバーバレてもさ、住所バレへんから。そっか、条件あんの。なんかいい車があった。最大料金が土日だけ。あ、月か。2300円か。ああ、じゃあダメだ。シュートどこ行った。消えた。あっち。今何時だっけ。今8時48分です。あ、あった。あ、見て、大きい駐車場だった。あ、でも待って、誰も止まってない。これは止まって。ここの駐車場一個も止まってない。空車には理由があるから。そう、なるほど。やっぱ俺めっちゃアドバイスしてる。いいアドバイス。あ、ごめん。エンターとテストの行く。じゃあこれテロワンチャン、あの1ヶ月ぐらい止めてるかもしれない。
そうやって言って早く終わらせようとしてますね。これ選ぶ？これ選ぶ？意外とない。これ選ばない。選ばない。全然選ばない。だって1700円の。本当だ。意外と。危ない。だから言ったじゃん、こういう方がマジで、うわ、やったやん今。じゃあこれ行ってみます。これやる？やらない？3日止めてるってこと？いや俺めっちゃあると思う、伊豆とかだったら遠くからしてたら。逆にあとぬくもり感じたら、あの今切ったか切らないか、どうですか？俺らこのまま盗むと思う。ダメダメだよ。確かに。あ、満車がありました。あ、でも横にも空がありますね。い空いてるやつあるよ。もう栃木で。はい。栃木決めた。栃木。栃木。はい。行ってみましょう。じゃあぜひ翔太さんお願いします。いやあのつくのもね気になるんだけどね。はじゃあ八生産とってください。いきます。いきます。八。5000円生産。満足です。ということでこちらいくらになりますか？1000円。はい、なんと2000円。2000円です。ぼちです。すいません、あらーす。いやいや払うの？怒るよ。翔太くん、あの8番の方の駐車料金おごるおごります。なんと優しい。安すぎておごります。優しい。おごりました。おごりました。めちゃくちゃ優しくないですか？はい、ワンちゃんつくば見たくない？つくばちょっと見たい。後で見るよ。俺はそんなハイエースやったな、正解は。そうだよ、水だぜ。確かに ね、なんか意外とでしたね。白金は本当って優しい。いや、あの西麻布とか超やばいな。俺西麻布ちょちょって車止めただけで普通に2万とかだった。高いですね。西麻布そんなに上限ちゃんとあったっけな。3000、4000ぐらいするけど。上限なし。なし、うん、西麻布交差点とこ。へえ。交差点の俺1本はあれなの。水道橋とかのオフィス街はマジやばい。ほんとやばい。八丁堀とかやばい、昼飯食って。はい、じゃあ見に行きましょう、この車ですね。5000。さあ、いくらでしょうか？いくらだ？3000円。七三、これも21、5100円。それぐらいかな、5000円ぐらい。同じあれだ、乗り合わせ。行くよ。危ない。誤差。正解このハイエース。マジだと。お前だな。これはでも何が正解かって、エンタ君の車払うことじゃないの？間違いない。確かに高いでしょ。しかも3000円ぐらいいってる。2000いくらの上限じゃなかった？2100円のもう夜間料金になってるから3000円ぐらい。言わねえよ。ということで、ぼちです。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。なぜか並木もぼちです。ありがとうございました。すいません。3みんな行ってね。3ね。あの駐車場安いんで。フィル・ミケルソンといえば、ないよ。ない。